2月15日の宇野塾通信をお送りしています。今日は資源ナショナリズムを取り入れるインドネシア2日目です。同じ金属は2つとないことを発見しようとしている。2日目です。ジョコビーことウィドド氏はこの揉め事は単なる当初の困難であり、ボーキサイトの輸出禁止は最終的にボーキサイトベースの収入を3倍にすることにつながると述べている。銅の輸出禁止に続いて鈴や金の輸出禁止も実施する可能性を示唆している。このように資源ナショナリズムを全面的に取り入れるのはあまり得策ではないように思われる。世界のニッケル市場においてこの国の牽引力はなかなか真似できないだろう。インドネシアは世界のニッケルの 37% を生産している。しかしボーキサイト金銅の生産量は世界全体の 5% 未満だ。そしてジョコビーの前任者である2014年の金属輸出禁止令は、前任者であると、前任者が行った市場シェアがいかに重要かを浮き彫りにしてした。それは中国企業のニッケル製錬所建設に拍車をかけた。しかし中国のボーキサイトの買い手はギニアとオーストラリアに移った。中国のボーキサイト供給量に占めるインドネシアのシェアは当時 60% あったが崩壊した。現在では 15% にとどまっている。この惨状を受け、ジョコビーは2017年に先の輸出禁止を一時停止せざるを得なくなった。なぜそれを復活させたのか、その理由は明らかでない。ニッケルの実験は金属サプライチェーン改革がいかにコストがかかるかを示すものである。インドネシアは10年間の所得税免除、鉱山使用量の割引、付加価値税と輸出税の免除を約束し、新しいニッケル製錬所を誘致した。またニッケル採掘業者には鉱石を市場価格より安く売るように強要している。アルミやニッケルほど戦略的重要性を持っていないが、ボーキサイトの製錬所も同様に寛大な待遇を期待できる。今日2日目ですね。ボーキサイトも輸出鉱石レベルでは輸出を禁止して、ですけど彼はボーキサイトについては収入を3倍にすると、製品を輸出することによってですね、そういうことを考えているわけですね。でここでの著者はですね、こうした資源ナショナリズムを取り入れることは良くないことだと言ってます。でニッケルは世界の 37% インドネシアを持ってるんですけども、ボーキサイト金銅は世界の 5% 未満だということで、まあ、そういう意味ではあんまりその世界に対して力を持ってない。実際、かつてですね、2014年にボーキサイトを輸出を禁止した時は、結局インドネシア中国へのシェアは6割から 15% に下がったという経緯があるんですね。今回またその輸出禁止をしようとしてるけど、そこら辺の背景は一体何なんだろうかということで、まあ、減税政策、いろいろと優遇政策をやってるわけですけども、そこら辺のところはどうなのかということはまだよくわからないとここでは言ってますね。